ここ最近私、おい、ここ最近私、絞れてますね。絞れてる。これ、2人は、はい、俺の3年前とかの姿覚えてる？覚えてるよ。変わんないもんだと思わなくて。変わったから言ってんだよ。一つも変わってないよ。いや、変わった。出会ったあの日から覚えてる、お前なんとかって。変わってねえ。出会った日から覚えてくれてる。うん、優しい。張り合いがいのね、張り合いがいがねえよ、おめえとは。いつからそんなぬるくなっちゃうと、お前から聞いても、お前が。見て、俺の、3年前の俺。あ、確かに首の太い感じ。うわっ、えぐそうよ。全然、やばい。そうでしょ、全然。中年じゃん。いや、中年だよ。おっさんじゃん。見てらんなかった。ほら、この写真なんかも、匠が痩せてんだよ、一番。ほんとだ。お前すごいな。お前え、でもさ、3年前ってさ、うん、ワーキャーそれなりされてたっしょ。それなりそれ。いやでもワーキャーキではあったよ。お前もだよ。お前でさえ。おいおいおいサメル、なんかサメル、身内にいたらサメル、そういうやつ。や大丈夫だよ、そんなに。そうそう、慣れてないのかもしれないけど、僕、大丈夫だからね。いやいや、嘘でしょ、それが、バシキュンバシキュンって、バシキュンバシキュンってなったとき、そんな感じだったの。今だったら全然わかるよ、正直。うん、これバシキュン、これバシキュン、バシキュン機、バシキュン機。で、どうしたお前で、僕今これになってるということです。まあ、その辺りとの写真ね。そう、やっぱ大事だね、筋トレは。メンズコーチ上司めっちゃメンズコーチ、お前メンズコーチ上司見ろよ。全くも知らないんだ。メンズコーチ上司も言ったら筋トレした方がいい。いやでもやっぱ筋トレした方がいいです。なんか変わったことってあるんですか？変わったこといっぱいありますよ、やっぱり。そう、やっぱ目つきがやっぱ違うから。その僕がどうやってあそこまで痩せたのか。ああ。食事面。ああ、食事か。うん。聞きたいね。どうしたの？食事面とかみんな気になってるだろう。どうしたどうした？めっちゃに元の体重から何キロですか？そうだ、先に聞きたいよ。マックスは、これ多分67とかだった。67ぐらい。が今、60切ってる。59、60ぐらい。うわー、だいぶ。落ちて、で、まあ、筋肉を浮き上がらせる。まあそうだよね、うん、ただ痩せたっていうのは筋トレしながらだもんね。そう、でもやっぱこれね、筋トレしながら大事なの、みんな。うん、やっぱ基礎代謝。ああ、言うよな。そう、あ、基礎代謝、ね、だから今俺がこの状態で、うん、あの日の食生活をしても筋肉が大きくなるだけなの。ちょっと、うん、すごい、ね、こう、どんな話だって、なんか、リバウンドしない体作りとかもそういうことだよね、今日、ね。本当にそう。基礎代謝を整えてるから、そう。食っても、ある程度耐える。食い方戻したよね。そう。食わないで、ダイエットして。ああ、まあ、確かにね。食うダイエットです。え、食ってんすか？俺、食ってる。全然食ってる。いや、でも、やっぱ、胃はちっちゃくなっちゃったけど。ああ。でも、食ってます、普通に。何食べてんの？米とか。これで勘違いしてほしくないのが、米取っちゃダメって思っちゃダメ。え、米取っていいの？米取って。米食べていいんだ。米食っていいです。うん、で結局過剰摂取しなきゃ何だっていいんだっていう。え、一日の朝、昼、晩のこの、これを食べてましたっていうのも。実例として？朝。朝は、お米。米。そう、でも和食だよ。お米、納豆、卵、お魚、焼き魚。焼き魚のほんと食ってた？朝から？わざわざ？まあ、あの、コンビニありますからもう今。ああ、はいはいはい。チンで高いからね。まあ高いから、まあスーパー買ってきてチンで、あ、チンで焼いてもいいし。うん。あとプロテイン。ここは朝。朝から。もうこれ大事。あれですか？あの、ザバスの。あのじゃなくて、あの、粉のやつ。いや、ちっちゃいパックの。パックのやつ、はい。ああ、あれでいいんだ。あれでいいです。で、昼。はい。昼が、あの、サラダ。タンパク質入りのサラダ。タンパク質入りのサラダって何ですか？コンビニに売ってるんですよ、よく。鶏胸肉のサラダとか。大体あるよね。豚しゃぶのサラダとか。まあ、そのサラダ、いろいろ種類ありますので、それと、プロテイン。ドレッシングはダメですか？ドレッシングは、許しましょう。何ドレッシングですか？
ついてる付属のドレッシングであれば。ごまは？ごまはちょっとやめましょう。じゃあ言ってること難しいですよ。ドレッシング OK もらったじゃないですか。いや、付属のドレッシングにやっぱりごまだれはないですよ。オリーブオイルいいでしょ。オリーブオイルと塩いいでしょ。よし、昼はだからサラダだけです。サラダだけです。だけ、米食わない。米食わない。昼はいいって言うじゃん。夜気をつければいい。いや、僕の中でなんか、まあ、昼食っちゃったらなんかもう夜も食っちゃうってなっちゃいそう。なる。でしょ、うん、知ってますか？知ってる。やっぱどっかで我慢するとなれば昼が一番我慢しやすいと思う。朝から止まらない。だってそれが我慢できなかった今の果てだもんね。なりだもんね、お前それは。で、夜がそういうことか。か寿司とかね。寿司いいんですか？あ、お前寿司言ってたね。寿司は大丈夫です。NG 寿司はないの？NG 寿司はないです。ハンバーグ軍か。NG 寿司すぎる。回転寿司すぎる。お前なんか、回転寿司の子供が食うやつはちょっと。魚介豚骨ラーメン。ダメだ。たこ焼き、たこ焼き。ごま寿司になるお前。回転寿司が好きすぎてダメなの。大好きだったから。ダメじゃん。寿司、普通の寿司。もっとなんか刺身、刺身、シャリハーブ？あ、シャリハーブじゃなくてもいいっすよ。米じゃん。だってそれこそお寿司はいいんすか？お寿司大丈夫ですよ。筋トレしてね、うん、でもちゃんとね。ああ。そう、筋トレしてて。でも確かに夜に寿司が待ってたらサラダでもいける。そうでしょ。そう、そういう考え。どんどんポジティブになって。夜あれ食べれる、じゃあもう昼はサラダだけでいいよ。こんなことは素晴らしいですか？お腹空いて寿司に臨めるし、そうそう、食べ過ぎちゃうことはないの？だってお腹空いて夜の、うん、本当にそう、暴食これ続けてったら胃がちっちゃくなってますから、よし食べるぞってなると、なんていうの、もう8歳だと思う、まだパンパン、10歳いかないパンパンになっちゃうから。寿司なんて来たらさ、なんかせっかく来たしって一皿でも食って帰りたくね。確かに別に金かかろうがなんだろうが、そう、食べ過ぎちゃう、もったいないじゃん。意外とならなくなる。もうでも、もう寿司食えるようになった時にはもう大丈夫。そのもうマインドが寿司でも食いすぎないぞってなる。変わってんだ。寿司関係ないさ。20いかない方がいいみたいな。10歳いかなければ過剰摂取は何でもやめてくださいってことです。朝飯を食べることによって体のエンジンがかかるんですよ。おで、そこで代謝っていうものができる体になってくる。どんどん、うん、代謝スイッチが入って、はい、で昼夜のものを代謝しや、あの吸収しやすくなるっていうのができてくるんで。なるほど。コールドシャワーじゃないの？朝コールドシャワーじゃないです。言ってたよな、うん、メズポジションには。誰だ、コールドシャワーじゃないの？すぐ俺に言ってる。お前の人生とかいない。俺喜んでるよ、ジョージも。メンズコーチ、ジョージもそうやって言ってるんだよ。いや、それもあるのかもしんないけど。うん、メンズコーチもちゃんとあの筋トレ推奨してるからね。あ、うん、からまずそう、朝飯を食べる癖をつけると意外と痩せたりするんです。一日の何キロカロリー取ったんですか、石橋さんは。カロリーで見てなかったですね、僕は。あの人によって糖質で太る人か脂質で太る人かが分かれるんですよ。まあどっちだろう、どっちが太るんだろうけどね。で、僕は脂質では太んないタイプだったんで、めちゃくちゃ肉食ってました。ダイエットとかで大事なのって、品数を減らすんじゃなくて、品数はそのままでいいんです。品数の量を1個ちょっとだけ減らすっていうのが大事なんですよ。だからこの中皿の、お皿に乗ってるこのおかずを、はい、80% の量にするとか。とか、そう、それでいいんです。それを。でも、5品はっていいと思う。そう。それを繰り返していけば、自然とそれに適応した胃になってくるんで。で、ちょっとずつこう縮まってきて、食べれる量が減ってくる。だから自然と栄養もありながら痩せれる。これじゃ大丈夫ちゃった。あ、増えちゃってる。まあ、もう一杯ぐらいいいかってなっちゃう。これ、その考えなんですよ。で、結局、何なんですか？どうすればいいんですか？まあ、痩せたかったら、食う量を減らして運動しろってことです。筋トレ、有酸素運動、筋トレをし、筋肉をつけたい人は筋トレ、痩せたい人は有酸素運動です。で、意外と有酸素運動はランよりウォーキング。長時間できるからですか？長時間できるっていうのと、
ね、ランって、人によってフォームが違ってきて、うん、僕がね、40キロ走った時も、まだね、3000キロカロリーしか消費してないんですよ、意外と。おでも、ウォーキングって、ちゃんと手足を動かそうと意識するでしょ。これが一番大事なんですよ。おこれで、意外と全身の運動になるんで、ランよりウォーキングの方が消費カロリーは多いです。そう聞くと意外といけそうでしょ。石橋さんの1週間の運動ルーティンとか、月から日まで1回こうしてたみたいな。そう、それを日間生活し、まあ今だけすればいい。今だこそあれだろうけど、やり始めた時とかの、その時そう、やり始めた時は週6ジムとかだったんじゃないかな。週5、6ジム。朝でもいいけど、筋トレに効果があるって言われてるのは夜。何時から何時？結構夜中で大丈夫です。夕飯食ってからぐらいの方が。食べてから。うん、意外と効果はあると言われてます。でもさ、やってからさ、の方がさ、食事気をつけようってなるんじゃないですか？あ、でも、食事食ったものをもう消化させようっていう考え方にすればいいんです。夜飯もそうね。どんだけ食べてもこの後筋トレするしっていう。そうそうそう。食後3時間後とか言ってますよね。ああ、その筋トレとかね。はい。はい。それぐらいでも、どれだけ夜深くては問題はないと。もう眠くなくてとか、うん、そういうちゃんと体調が良ければ夜中の方が効果はあるというふうに言ってます。そうなの。それ何が違うんだろう。違ったんだっけな。でも朝でも問題はないと。問題もちろんないんですけど、夜の方が特に食ったものがちゃんとこうエネルギーに変わるからですよね。まあそうですね。その3時間とかはちゃんとエネルギーになって吸収されていく。ちゃんと食べたの？ちゃんと食べたんです、僕は。で、本当にこれ如実にやっぱ朝ごはん抜くとパワー出なかったですよ。おー。パーソナルの時に、もう朝本当に早くて8時からですとかになって。でちょっと寝坊しちゃって、もうそこら辺 の, そのコンビニ型ウィダーだけでいいやと思って、ウィダーだけ突っ込んで全然パワーって。え、ウィダー、あんなにエネルギーありそうなの？インゼリー。インゼリー。インゼリーだけだと、ちょっとさすがに。ダメ。ちょっとやっぱお腹膨らますぐらいの音をしないと、おにぎり1個でもいいから食べて、食べてジム行きまして。で、まず、ジム行ってやることは、ダイエットの時にやってたのは、まず最初に有酸素でした、ね。バイク。バイクだ。バイクです、ね。をまず5分ぐらい。軽くていいです、これは。体を起こし。なるほど。5分 ?5 分で大丈夫です。5分から10分こう漕いでもらってから、スクワットとか、こう胸とか、割と大きめの筋肉からやっていく。やっぱ足だ。うん。家でもできないです。自宅の筋トレルーティンはないんですか？自宅でもスクワットは全然できます。自重でいいです。出たくないですよ。多分、ジム行ったりとか。そうなんですよね。自分の家でできるっていうのが大事なんだな。石橋さんはジム行ってます、ね、俺はジム行ってるけど、まあ、ダンベルの代わりになるものって言えば、ペットボトルね。ペットボトルに水入れちゃえば。2キロ2キロとかでも何でもいいですし。2キロはないとさすがにですよ。だって、あれは500か。500まあ、最近はあっても600とかさ、あんなんじゃお話になるのかよ。まあ、お話、だから最初の方は、ね、1キロとかいいですよ、女性とは。収録でやってた時は、有酸素ともう筋トレ毎回やってたんですよ。毎回やってた。どんぐらい？何分ぐらい？1時間半ぐらいだったのかな。もう収録。うん、収録。やると、これ何キロするんですか？2ヶ月半だったのかな。2ヶ月半でマイナス7キロとか。やっぱ3とか？そう、でもマイナス7だけど、筋肉量的にはでも確かに10キロぐらい増えてる。脂肪はじゃあ、そう、10キロぐらい落ちたんだ。減って、筋肉が増えての、まあ、一番いいやつ。そう。ちなみに、体脂肪今何パーですか？ 11%。でも 10% 切らないんだ。切らない、切らない。やっぱ 10% 切るのはもう、長友さんよ、アスリート。なかなかやっぱ難しい。もっと楽に考えていいよってことですよね。そうそうそう。なんかもう我慢しなきゃっていうよりは。頑張るぞっていう感じで始めるんじゃなく、ちょっと軽く、そう。ってことですか。少しずつ。理屈を込める暇があったら、何か一個でも始めてみるっていうね。そうそう。で、少しずつ筋トレとか運動してみると。
一番おすすめなのじゃあ最後に一番おすすめなの、まずはこれから始めよう。なんか筋トレの頃とかなんかもうほんとすぐにこれっていう、あ、じゃあまず食事面、うん、食事面は朝おにぎりを食べてそれ以降糖質を取らないっていうのを心がけてみよう、はい、運動は、運動はまず、じゃあ土壌ある多く歩くところから始めてみよう。なるほど、前で、いいですね、はい、前一個前、最寄り駅の一個前で降りて、うん、そこまで歩くと、そう、筋トレ、自分の家でテレビを見ながらふらっと3回やってみよう。おお、いや、もう簡単簡単、そう、それがじゃあまだ要所っていうか、そう、足りないなと思ったら他に増やせばいいし、睡眠は、睡眠はできるだけいっぱい取ろう。大事、大事だけどね、大事大事、それでいいですよね。そうそう、不健康だとやっぱ太りやすくなっちゃう。そうですね。あと冷めた油は食べないようにしよう。ああ、固まって、はい、これ本当に良くない、これが一番太ります。冷めた油気をつけてください。なんでこう飲み会とかで唐揚げが来る、すぐに食ってるんですよ。ホクホクのまんま、もう冷めたものに手を出した瞬間にあなた太りました。うん、それの繰り返しなんで気をつけて、はい。